即席の連携で2番の高田光弘、今日は目標不在ですが、ひとまずは人気勢の後ろというところですが、赤番で動いたのは4番の及川、5番の江本、2番の高田は追いません。後攻めから4番の及川が近畿勢中部勢を抑えて、しかしその間に2コーナー6番の板橋が前に出まして、2番の高田がここへと乗り換えて、さらに7番の競り弘樹が今度は6番の板橋を叩きました。再度前に出た7番競りと3番怒り、近畿勢のペースになりまして、4番の及川はまた戻されて、今度は6番手、2番の高田が2センター付近追い上げて3番手まで来ました。先手の後ろまで来た2番の高田光弘、最終周回に入りました。7番の競り、3番怒り、2番高田と前3人を受けて、今度は6番の板橋4番手中段で、6番手4番の及川優勝。今日もこの6番手からのまくり勝負になっています。先頭7番の競り弘樹、最終バックを通過しました。番手絶好3番の怒り、そして切り替えた2番の高田が3番手で4番手、6番の板橋のまくり追い込みですが、前は7番の競り、この行為から3番の怒りと2番の高田追い込んできましたが、7番の競りだ、降臨